三手子さんの状況が終わりましたけども、えらい大名行列だなと思うんですね。上皇后が、上皇后、引退された称号でございます。上皇の妃という意味しか持っていません。歴史上存在しない称号ですから。にもかかわらず、こんな警備をつけられてるんですね。仰々しいですね。こんないるんですか？ただの私的旅行でしょ？完全に公的な旅行じゃないですか。プライベートマネーかと言っても内定費から出てる。上皇家と天皇家が今、分け合っているんです。本来ならば皇太后とかが、受け取れるんですよ。上皇后、上皇様は受け取れないはずなんです。これを可能にしたのが、インチキである大特例法でありますと。この3億2400万円。パイは1996年から変わっておりません。三手子さんがどれくらいの比率をいただいているのか、非常に国民が気になるところですよね。公務もしないのにおかしいでしょうと。そしてこの警備体制ですよ。白バイ何台走ってるんですか？で、ここの真ん中に三手子と横の沿道には人々が並んでらっしゃるんです。動員でもされたんですか？旗配られてたそうですけどね。バーっと白バイが走ってるんです。G7 もこんぐらいの規模で警備をやられたけど、大げさすぎやしませんか？ M1 でもやるんですか？厳重な警備体制、警備車両が見張ってるんですかね？そして、こちら、スウェーデン王室夫妻を迎えた小学生のうち3人が、暑さのあまり失神してしまいましたと。スウェーデン王室夫妻の東京訪問は、皇居での天皇陛下皇后美智子様との会見で続きました。日本の皇居は巨大であると。面積はニューヨークのセントラルパークと同じぐらいで、専用の農場まであるんですね。ここでお出迎えの人たちがいたんですね。それが子供たちです。東京にあるスウェーデン語学校の生徒と日本の子供たちが、もうバス数台で皇居周辺に乗り付けて、あらゆるルールに従って王室を歓迎しましたとあるんですね。誰が動員したんですか？やはり美智子様が動員されたんじゃないんですか？子供たちの仕事はスウェーデンと日本の国旗を振ることだったんです。すごい炎天下、猛暑だったんですね。子供には負担が大きかったようです。そして緊張もあったようですね。男子2人、それから女子1人の計3人の小学生が歓迎セレモニーの途中で気を失ってしまったらしいんです。朝9時の時点で日差しは23度を超えてた。子供にはもう限界があったんです。もうその場で気を失っちゃったって。誰が動員したんですかと。ですから、今回の沿道の人たちも本当に自らのご意志で来てらっしゃるのかっていうのはちょっと私は疑問符をつけたいなと思うんですね。国旗も渡されてたそうですしね。動員してんじゃないんですかと。そしてわざとらしい記事が上がってるんです。この TBS ニュースディグです。幼稚園児のまた来てね。に、上皇ご夫妻は笑顔と言わしてるんでしょ？幼稚園児がなんで知ってるんですか？善悪の判断も区別がつかない年齢の子供にまた来てねって言わせてるんじゃないんですか？幼稚園児からしたら、あ、なんかどこかわからないおじちゃんおばちゃんが来たと。そういう話ですから。京都の葵祭り観覧後に奈良入り、近鉄奈良駅前でも多くの人が歓迎と。やっぱり三手子さんはこういうのが好きなんですよね。ご自身の権力を象徴するかのごとく勘違いされてるんじゃないのかなと。正太后にでもなりたいんですか？まるで皇后より上のような称号をつけられてますけどもね。天皇、並びにですね、皇后陛下より、上な、そういう印象を与えてしまいますので、私はふさわしくないと思います。正太后なんじゃないんですか？令和のね、正太后です。令和の同郷とかいらっしゃいますしね、小室が言う。大変ですね。そしてこちら。上皇后様、以前から葵祭りに興味を持たれて、今回初めてご夫妻での観覧となりました。ご夫妻は、お天気が良くて今までの苦労が報われましたね。とねぎらって上皇様行列の間についてよく訓練されていますねと感想を述べられたということです。もういいです、そんなこと見たくないです。大げさな報道して速報乱発して誰も知りたくないんですよ。その早くね、警備もものすごい量で大名行列かと、江戸時代に戻ったんですかと。で、上皇ご夫妻が観覧を終えると見学に来ていた幼稚園児らが、こんなまだねわからないんですよ。ね、誰かも知らないでしょ。また来てねと呼びかけて、上皇ご夫妻は笑顔で5分近くの間、何度も手を振って、京都との別れを惜しまれている様子でした。そして上皇ご夫妻は京都を立って、午後4時過ぎに、近鉄奈良駅に到着され、ここでも駅前には多くの人が集まって動員したんじゃないんですか？上皇様笑顔で周囲を見回しながら何度も手を振って宿泊先に向かわれました。そんな宿泊先も炎上してるんです。これは貸し切りの件です。
奈良ホテルに宿泊されたんじゃないかという話が出ておりまして、複数目撃談があるんです。このホテル相当高いですよ。全員追い出してお客様チェックアウト後12時から各表の通り全館休業となりますと、日付も被っておりますし、ほぼほぼ間違いなく貸し切りされてたんだろうなと思うんです。こんな由緒正しくホテルをインペリアルスイート、デラックスクラシック、すごいでしょ。デラックスパークサイド、こんなとこ泊まれないですよ一般人なら。俺は非常に高いんです。クラウンスイートルーム、これ87,000円、大人1人43,500円と結構高いですね。全館貸し切りですよ。いくら使ってるんですか。エーミアの方も今回の戴冠式で、クラリッチズを貸し切りされまして、費用が3,000〜4,000万以上かかってるみたいな話がありましたけども、なんでそんなかけるんですかと。これは宮内庁の職員も同罪でありまして、同じとこ泊まってるわけですよ。今回のケースも多分そうなんじゃないのかなと思うんです。しかしながら天皇ご夫妻の場合は、費用もものすごく安かった。同じクラリッチズに泊まっても、天皇家お付きの宮内庁職員さんは違う、もっと安いところに泊まられてるんです。国民に気を使われてるんで、本当に素晴らしいなと思うんです。まあ、天皇権に従える職員さんも非常に、ご教育もされてるのかなとか思ったりします。永宮家の職員よりは国民の苦をねぎらってくれたのかなとかね、まあ、そう思いますよ。邪悪な心の持ち主だった美智子様と一緒のとこに泊まれると喜ぶんですね。国民の税金なわけですよ原資はね。そんな贅沢をするんじゃなくて違うとこに泊まればいいじゃないですか。もっと安いとこあるじゃないですか。そんな奈良ホテルに泊まらなくても公費で行ってるんですから、それを自覚してほしい。見て子についていたら、永宮についていたら、こんなとこ泊まれるんだ。ぜひともやめていただきたいもんだなと思いますね。贅沢の限りじゃないですか。それからこういう風にもうヨロヨロとしてたんです。非常に忖度報道、マスコミはキクロタブーというものを恐れてまして報道できないんですよね。 NHK が締め出された時もありますし、まあプリンセス雅子という、本がありますけども、これは聞くのタブー中のタブーの本だと言われてまして、宮内庁がどんだけ雅子様にひどい仕打ちをしたかっていうのが基本的に書かれてるんです。例えば、まあ、宮内庁であったり上皇后様が、まあ、毎月雅子様に生理が来てるかっていうのを聞いたりね、そういうのことされてるんです。非常にこれはプレッシャーだと思いますし、かなり恐ろしいことをやられてるんだなと。そんなことがいっぱい書いてあるんですよ。これは外務省からも抗議が来たし、その時点で、あ、繋がってるんだな、外務省はと。なかなか恐ろしいよ。皆さんにまたですね、お伝えできればいいかなと思います。まあ、あとは、今回は、特別車両を使われたと。何が特別車両なんですかって思いますけどもね。お召し列車とかありますから、ここも詐欺だと思うんですけども、お召し列車とは、日本において天皇皇后、上皇、上皇后、これがしれっと入ってるんですよ。特別に運行される列車であると。生前退位前だったら、上皇と上皇后なんて称号はないですから、これはインチキ、こんなところで待遇も受けてるんですよ。やりたい放題。それから、上皇の称号、皇室典範の定義における皇族には含まれません。そうあるんですね。これ、ウィキペディア書いてあるわけです。ただし、特例法においてその他の事項については皇族の例に習うとして、皇室を構成する一員としてあくまで皇族の真意に相当すると。その一方で、皇位継承権及び摂政、国事、皇位、臨時代行、皇室会議議員の就任権は承認されていないというわけです。この上皇様は、摂政、国事、皇位の臨時代行、皇室会議議員の就任権がないんですよ。しかしながら上皇后は持ってますからね。これがどんだけおかしいことか。上皇の妃だから、ね、上皇后であるって、ただそれだけなんですよ。そんな人が持ってるのはおかしいんじゃないですか。だから制度が歪んでるんですよ。いや、国民にもこれありましたけども、日本はいつの間にか上皇天皇皇嗣という謎のシステムになって、常設法にされようとする動きがあるっぽいですね。バランスを変えているように見受けますと。これがもう悪法中の悪法だと思います。許されないと思いますが、踏襲されていませんよね、すでにと。こんな中、男系を持続させる意味があるのか、花田謎ですと書かれてあるんですね。こんな謎システムがあられますから、そんな歪みから、こういう上皇后の贅沢旅行につながってるんじゃないのかなと僕は思っております。というわけで、上皇后という称号はおかしいので、このような称号を使わないでいただきたいなと僕は思います。はい、以上です。それではお疲れ様でした。バイバイ。じゃあね。そもそも内定費使うのはやめてくださいね。やりたい方だよね。本当にね。あんな89がね。って思います。はい、以上です。じゃあね。
彦様は本当にアドリブができないっぽい。皆さんも記憶が新しいと思いますけども、戴冠式のインタビュー、テレ東の新見記者が非常に勇敢に、彦様にパッと質問されてた。あれ、横に秋篠宮ビーキの牧島さんもいましたから、TBS の。牧島に撮られてたら、あのような伝説の映像は見ることはできなかった。本当に新見さんに拍手だなと。そして、紀子様の愚の骨頂がみんなにバレてしまった。魔の8秒です。仮に英明家に皇統が移った場合、こんな人が国母になってしまうわけですよ。紀子様の狙いでございますけども、ありえないなと。これメディアに出せないですよ。今までメディアに出てこなかったから、あんな集大は分からなかったわけですよ。例えば赤十字の公務とかスピーチされてる、あんな感じではなかったですよ。それは原稿があるからなんだなと。原稿がなかったら、あのようなありさまになってしまうんだなと。これね、文人様よりひどいじゃないですかって僕思うんです。今回も、まあ、同じようなアドリブ発動できないんだなと。赤十字です。前提をちょっと触れておきましょうか。見て子が、パフォーマンスされたことあるんですよ。赤十字引退されるときに、雅子様の手をガッて持たれて、感動の演出みたいな、私のパフォーマンスを披露された。どれだけ今まで雅子様のことを、苦しめられてきたかっていうのを、この、見て子様は分かってらっしゃらないんでしょうか。非常に許し難いパフォーマンスだなと。プリンセス雅子という本、ここに結構いっぱい書いてあるわけです。人格否定発言の証拠とか、あとは宮内庁のひどすぎるずさんな対応とか、どれだけ雅子様が苦しめられてきたかと、そういう真実が書いてある本です。で、これかなり抗議が入りまして、宮内庁に。圧力もかかったんですけども、筆者の方は、私を威圧する企てには断固として応じないと。データラメは私の本についての事実誤認についても応じる気はないと。そのように述べて謝罪を拒否したと。さらに宮内庁は、雅子様の健康状態についての責任があるんだと、そのように告発している。非常に素晴らしい勇気の告発だなと。これメディアが許さなかった。これはタブー視されてまして、もう存在すら報道されるのは許されない。ウィキペディアにもある聞くのタブーというやつです。テレビ局にはいろんなタブーがあるんですけども、これも最大のタブーの一つらしいです。講談社も勝手に原書から記述を149箇所も削除したと書いてありますし、六大新聞が広告掲載拒否してるんです。かなりの内容が書かれてある本だなと、またご紹介できたらと思います。そんな背景がありながらこんなパフォーマンスするんです。許しがないなと。しかしながら、これをよく思わない人がやっぱりいらっしゃる。紀子様のこのご顔を見てください。悔しそうですね。週刊女性プライム、宙を見つめて一人ぼっちの子を慈悲。紀子様異例のフラッシュ禁止令。雅子様が重要公務奮闘も宙を見つめて一人ぼっちみたいな記事が上がってる。これ、上皇后様が去られるわけなんです。本当に、ね、私はパフォーマンス好きなんだなと。この紀子様のこの顔を見てください。非常に悔しそうだなと。まあそれからこの記事読みましょう。眞子さんの結婚騒動、エイジ様の進学問題など、どんだけ紀子様が悔しかったと。英宮家の一挙一動が物議を醸してきましたと。逆風にさらされながらも、孤軍奮闘してきた紀子様ですが、さすがに限界だったんでしょうか。英宮ご夫妻が、都内で JICA 海外協力隊の隊員約70人と面会された5月22日に事件は起こったと。いつも通り取材に当たっていたカメラマンに対して JICA のスタッフからフラッシュ撮影やめてくださいと急遽通達された。療養中の雅子様は、取材中のフラッシュが原則禁止されていますが、エイミアご夫妻のお出ましでこのような指示を受けたのは初めてでした。現場では具体的な禁止理由が語られなかったものの、エイミア家の側近である公職からの指示だったらしいですと。エイミアご夫妻にも、何らかの事情があったんでしょうねと。そして記者は思い浮かべる、あ、これかなと。それがまあやっぱりこれなんじゃないか。まあ紀子様からしたら、今まで見て子の姿を追いかけてきた、見て子と同じく道ブームを起こそうとしてたじゃないですか。まあだから同じようにマスコミを使ってるんでしょ。今空回りしてますよ。昔とは違うんですから。この前日隣で行われた全国赤十字大会にいらした紀子様、いつもと違う不安げなご様子でしたと。5月19日、全国赤十字大会が3年ぶりに開催。名誉総裁を務める雅子様、名誉副総裁の紀子様、はい、信子様、それから久子様のご臨席のもと、全国から功績を集めた個人や団体が表彰されたと。渡辺みどりさんは語ると。歴代皇后が名誉総裁を務める全国赤十字大会は特別な行事ですと。お代替わり前の18年、雅子様が15年ぶりに同大会に出席された際には、
当時名誉総裁だった美智子様が、次あなたの番よと、来年からよろしくねと言わんばかりに手を差し伸べられる一幕もありましたと。それがこちらです。私パフォーマンス。ご体調が優れず、公務や宮中行事になかなかお出ましになられなかったマスコミに対して、世間から厳しい目が向けられていた時期でした。いや、向けられてたのは、美智子様とかのせいなんじゃないんですか？一部では、嫁姑関係の不和が囁かれていた中、これは間違いなく、マスコミに嫌がらせをしてたと思いますよ。宮内庁長官とかと一緒になって、想像を超えるようなことが書かれてある。大勢を前に笑顔で言葉を交わされていた公開継承は、雅子様にとって大変嬉しく、令和の皇后として務めを果たす原動力にもなっているそうです。これに焦っているのが、紀子様、見てこの賭けについていったのにってわけですよ。紀子様が一人ぼっちにと、雅子様、外交官というキャリアを持って、語学堪能であるため、世界的な赤十字活動に取り込まれる可能性大いにあると、あれなんかの収束に伴って、新たな皇后像をお見せになる機会が次第に増えて、国民に対する国民の敬愛もますます高まるでしょうと。そんなご活躍ぶりにやや複雑な思いを抱かれているのが皇嗣妃の紀子様。本当にやらしい。自分が目立たないと仕方ないんですかね、紀子様は。責任感が強く、美智子様が公務に臨まれる映像を繰り返しご覧になっていたと。だから、こんな顔される。非常に悔しそうですよね、これね。所作を学んで、次は私が体現するという使命感をお持ちだったはずですと。それが、打ち破られた瞬間だったんです。ショックを受けて、おられたんじゃないのかな。雅子様が赤十字大会を欠席されていた15年間紀子様が皆勤賞だった。雅子様のお出ましが増えたことは嬉しい反面、天皇家の株が上がれば相対的に英明家のイメージに影響を与えかねないという焦りに似た感情が湧いてしまうのではと言われている。現に今回の赤十字大会では会場で右往左往する紀子様の姿が目立っていた。最近やりました赤十字大会、そこでも右往左往してたわけですよ。非常に悲惨な結末になってる。雅子様との足並みが揃ってないように思い切りいたしましたと。例えば活動報告者たちと交流するシーン、紀子様は雅子様に続いて会話の列へ並んだものの、途中で手持ち無沙汰になって列を抜けて立ち尽くしておられました。これ間違いないです。4人ぐらいいらっしゃいます。雅子様、信子様、久子様、久子様がいらっしゃるんですけど、4人いるのに1人いないなと。実は紀子様最初いらっしゃったんです。この雅子様、信子さん、久子様は話されてるじゃないですか。しかしながら紀子様がね、後ろに下がれる。これはおそらく会話持たなかったんじゃないのかなと。2回下がれてるんですよ。皆さん方ご対応されてるじゃないですか。手持ち無沙汰に本当になったんだなと。で、列を抜けて立ち尽くしておられたらしいですから。やっぱ言えるのは本当にアドリブできないんだなと。やっぱ持ってきた原稿でもあれですから、アドリブは本当にできないんだろうなと。これが以前だった話なんですよ。今回もまた同じようなことが起きてる。同じ構図じゃないですか。雅子様、久子様、信子様いらっしゃいますけども、やっぱり話されてるんですよ。皆さんと。なんですけど、紀子様だけ後ろに下がられてるんです。やっぱりこれも会話が持たなかったんだろうな。またね、この無能さを発揮してしまうんです。この人は。これに関して、秋信がイチャモンつけてました。雅子様の話が長いから、紀子様が気を使って後ろに下がられたみたいなこと言ってますけど、これ毎年の話じゃないですか。話されてるの。他の皇族方も愚弄するんですか？つまり、秋信が言うのはイチャモンでありまして、紀子様の話が持たないからでしょうと。戴冠式のあのインタビューを見てみたら明らかで、本当にアドリブができずに、というか思考も放棄して、これダメな典型的パターンですよ。夫に助けを求めると。で、その夫もわけわからんこと言うわけですから、とんちんかんであるわけなんです。考えてすらないですから、ちょっとは自分の頭に考えていただきたいなと。ああいう姿がバレてしまうと、他の公務に関しても原稿を自分で考えてますかって思っちゃうわけですよ。紀子様が頻繁に参加されている公務いっぱいありますよ。その原稿本当に自分で考えられてます？自分で考えられて、もっとアドリブに強くならないとダメなんじゃないんですか？以上です。それでは皆様ご一緒に近いお疲れ様でした。ありがとうございました。このような人が国防になるのは信じがたいなぁと。ぜひとも諦めていただきたいと思います。無理ですから。はい、以上です。じゃあ近いバイバイ。